皆さん、こんにちは。しほりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、我今年で中学生になるということで、なんと中学校で使う文房具を無印良品で買ってきました。なので、今日は無印で買ってきたもの、まあ、文房具以外もあるんで、そちらをね紹介していきたいと思います。はい、ということで、まずはね文房具だと思うので、文具を多分この中に入ってるので紹介していきます。わー、まずね一つ目がこちら、赤と青のボールペンですね。これは丸付けとか直すとかに使いたくて買いました。今までずっと赤青鉛筆っていう鉛筆を使ってたんですけど、なんか色鉛筆みたいな、ちょっと背伸びをしてね、中学校からボールペンを使いたいなと思います。次は蛍光ペンです。私はね赤青黄色買ってきました。あとねオレンジと緑がありました。私はこの3本です。でこれ試し書きしたんだけど、それもマジでも書き心地が良くて、そうしかもねペンの大きさが2種類あって、この大きい方とこのちっちゃい方で、すごいね書き分けられるっていうのもいいです。とても、はい、これね、そう文字教科書とかに線引いたり、ノートとかに線引いたりしたいと思います。次、定規です。これは30センチの定規、はい、これめっちゃ透明選んだんだけど、めっちゃ透明ってなんだはい、これ透明選んだんですけど、見てやばい、透ける、なんか容疑者みたい。次はこちら、三角定規、聞いて、私の三角定規事情。あのですね、三角定規、私小学校から三角定規使ってて、その三角定規でいいかなと思ったんですけど、その三角定規実は私壊してて、あのですね、なんか取ろうとした時になんかとなんかが入っちゃったんですよ。それで取ろうと思って三角定規でこうやってたの、取れないなーみたいな、そしたらポキって割れて四角定規になっちゃったっていう。で、これとお揃いで分度器も買ってきました。分度器は家にあるんだけど、100均で買ったピンクのやつで、すごい見づらかったんです。なので、すごいね、モノクロっていうか透明でめちゃめちゃ見やすかったので、買ってきました。でね、これ使ってないんだけど、多分すごい使いやすいと思う。うん。使ってみますね。次、こちら、ペンいこうかな。ごめんなさい、先にペンだったかな。こちらのね、油性ペン。油性ペンを買ってきました。私今までずっとブロッキー水性使ってたんですけど、すごい透明じゃん、めちゃめちゃ可愛いと思って、ちょっと水性卒業しようかなと思って油性ペン買ってきました。いやーちょっと、うん、普通にペンだわ、普通にペンでーす。次行きます。こちら、これもチキスですね。可愛くないこの真っ白さ。スライト。せっかくしね。こんな感じです。あ、かわいい。緑ってる。待って、ライトない方がいい？これでいくか。ちょっと暗いかもだけど。はい。反射したてね、ライトあると。やっぱちょっと暗いかも。ごめんなさい。待って、これこそこの三角定規の出番じゃん。あ、またやるわ。またやるわ。やめよう。え、開かない。見てねー。開いたー。また開いたんだけど、やばいな。え、待って、かわいい。え、次はね、こちらは、テープ入れ。うん、テープ入れ。
セロハンテープ入れですね。でこんな感じになってて、ここで切るといいわけです。で小物の最後なんですけど、ちょっとこれは許してください。逆だった。このねカーラーを買いました。これは学校とか関係ないんですけど、もうしまつげが本当に上がらなくて、でなんかすごい無印の使ってる人多いじゃないですか。めっちゃ良きって言ってる人がいっぱいいるので、ちょっと試しに買ってみました。で使い方がなんかさ、こうなっててさ、後ろをこう取ってこうするで、上がった？上がってなくね？次、こちら割れ目に注意です。もうこの辺、ここからは多分本当に学校じゃなくなります。すいません。こちらのお茶碗でございます。これ家族分買ってきました。うち今お茶碗がみんなバラバラで統一したいなってことで、無印でお茶碗買ってきました。このサイズね、すごいちょうどよくて、そうめちゃめちゃ可愛くて一目惚れで買いました。次、コンポッター。ミネストローネ。天才糖ビスケット。スルメシート。スティック切れ。欲しい。なんて読んだこれ。スティック切れ欲しいも。芋けんぴ、ホワイトとチョコのバー。これ高タンパクらしい。めっちゃだからダイエットとかに優秀で、なんか高タンパクとなんか脂質が 10g 以下みたいな、糖質かな、糖質が 10g 以下みたいなのがすごいあって、お菓子売り場にすごいびっくりしました。ダイエッターにおすすめです。食べます。あとチョコがけショコラと柏飯炊き込みご飯です。と紅茶バーム、美味しそう。買ってきました。ねちょっとすいません、ちょっと忘れてたんですけど、下敷きも買いました。すいません、忘れてました。すごい透明な下敷き。これさ、見た目若干汚いやん。これさ、テープでさ剥がすとさ、ペラペラペラーってなってさ、すごい綺麗なの。いくよ。あー、ちょっと待って、でも汚くなるからやめよう。
もっと高い方がいいか。あとで会おうなんてバカみたい。ああ、高すぎ。これが見える。うん。